ヤブのウサギはヨーロッパやアジアの一部に生息するウサギ目ウサギ科のウサギ属に属する生物の一種である。英語圏ではブラウンヘアと呼ばれている。ノウサギ属最大の種であり、温暖な高原に適応した種である。草食性で主に草を食べるが、特に冬には補助的に小枝や目、樹皮、農作物を食べる。天敵は猛禽類、犬化、 猫科の動物である。天敵から速い速度で逃れるために長く強い足と大きな鼻腔を持つ。普段は夜行性で警戒心が強いが、春には白昼に野で追いかけ合いをしていることもある。春には興奮し時折、前足で殴り合う形でボクシングをすることがある。これは、誘導士の争いではなく、メスがつがいになる準備ができていないことを示すため、または、 オスの決意を図るためにメスがオスを殴っているのである。メスの巣は巣穴というよりは地面のくぼ地にある形のものが多い。幼体は生まれてすぐに活発に活動する。繁殖期は1月から8月まででメスは3から4匹の子を見ごもるが1年に出産できるのは3匹までである。種小妙のユピアスはラテン語でヨーロッパのノイである。 ヤブのウサギの分類学的な記載は、1778年にドイツの動物学者、ベーター・ジー・モンパラスによって行われた。俗名のリーパスは、ラテン語でのウサギを意味し、他に31種を含む。ノウサギ族は長い足と広い鼻孔、そして生まれて、すぐ行動できるといった特徴で、他のウサギ科の動物と区別される。ヨーロッパに生息する種には他に、 コルシカのウサギやグラナダのウサギなどがあり、これらはヤブのウサギの亜種とされたこともあるが、DNA シークエンシングや形態学的な分析では別種であることが指示されている。ヤブのウサギとケープのウサギが同種であるかどうかについては議論がある。各遺伝子プールを用いた研究では、2種は同種であることが示唆されたが、一方でミトコンドリア DNA の研究では、 別種とみなして良いほど遺伝的差異があるとされた。2008年の研究では、ノウサギ属では急速な進化のため、ミトコンドリア DNA だけではなく各遺伝子プールも踏まえて種を定めるべきであるとされている。二種の遺伝的な違いは、種分化というよりも地理的な分断によっている可能性がある。近藤では遺伝子流動が原因で、中間型が見られると考えられている。 2008年の別の研究では、種複合体になっているかを結論付けるには、さらなる研究が必要であるとしており、反証が出るまでは、ヤブノウサギ一種として扱われる。分岐分類学的研究では、現在のヤブノウサギは、更新予の最終表記に、イタリア半島やバルカン半島、小アジアにいたヤブノウサギの子孫とされる。 中央ヨーロッパへの進出は人類による環境変化によって始まったと考えられている。現在の集団では遺伝的多様性が高く、近親交配の兆候は見られない。遺伝子流動はオスに対してより大きいが、集団は母系的に構成されている。遺伝的多様性はドイツのノルトベストファーレンで特に高いが、遺伝子流動の制限によって孤立した。 集団内での遺伝的多様性が減少する可能性がある。頭蓋骨他のウサギ族と同様に陸生の速く走ることのできる哺乳類である。頭の比較的高い位置に目があり、長い耳と柔軟な首を持つ。歯は絶え間なく成長し、手前側の門子は植物を噛むために発達しているが、奥の門子は釘のような形をしているものの働きはない。門子と奥歯は、 感覚が空いており、奥歯は植物を咀嚼するのに特化している。高原を速く走るために、足の筋肉質は発達し、鼻腔は広く、心臓も大きい。ウサギ科の中で最大種であり、頭から尻尾までの長さは60から75センチメートルなる。尻尾の長さは7から11センチメートルである。体重は、普通、3から5キログラムである。 耳の長さは9から11センチメートルで、後ろ足は14から16センチメートル。背中の毛側は長い巻き毛で、白黒の毛が混じった黄色がかった茶色である。肩や足、首、喉は赤褐色である。腹側は白色で、尻尾と耳の先端も白色である。冬に完全な白色にはならない。しかし、頭部は白色になりやすく。 ビブは灰色になることもある。ヨーロッパ大陸部やアジアの一部に在来している。生息地はスペインの北部からスカンディナビア半島南部、シベリアにまで広がる。ブリテン島には約2000年前頃に持ち込まれたとされる。この頃には地中海の島々にも持ち込まれたと推定されている。ジビエのための狩猟動物としてアメリカ合衆国のオンタリオ州やニューヨーク州。 南アメリカの南部、オーストラリア、ニュージーランドなど、生息地以外に持ち込まれた地域もある。本来、のうさぎは荒野に小枝などで巣を作るが、農耕地にも巣を作ることがある。チェコでなされた研究によれば、主な生息地は、標高200メートル以下で、年間で40から60日は雪に覆われ、年降水量は450から750ミリメートル。 年平均気温摂取10度程度の地域とされる。夜行性で活動の3分の1は餌を探すことに使われる。日中は地面のくぼみに隠れている。時速70キロメートルで走ることができ、捕食者に遭遇した時は荒野に逃げ込む。また集団で行動をしており、300ヘクタールの行動圏内では他のギの縄張りに他のギが入り込むことはない。 視覚的な合図の動作でコミュニケーションをとっている。例えば、片耳を上げて、もう片耳は立っていない時は相手に近づかないよう警告している。他のウサギと戦う時は前足を叩きつける。一方で、後ろ足は捕食者を仲間に伝えるために使われる。傷ついた時や恐怖を感じた時は、金切り声を上げ、メスが子供を呼び寄せるときは喉から声を出す。 寿命は12年である。草食性であり、普段は野草を探し求めるが、農作物を食べることがある。春から夏にかけては、豆類、クローバー、ひなげしも食することがある。秋から冬にかけては冬、小麦を好むが、天才や人参も好むため、これらの農作物は狩猟の際に使われる。冬の間は、小枝や芽、低木の樹皮を食べる。なお、 荒繊維質の食べ物より高い栄養価の食べ物を好むが、穀物はあまり好まない。小枝を食べるときは、イカンタバ組織内の水溶性の炭水化物にたどり着くため樹皮を剥ぐ。また、食粉を行うことで未消化のタンパク質やビタミンを摂取することがある。ヤブナウサギの糞、ありがとうございます。